三国志演技、三国志演技の人物の一覧周曹関羽と周曹、周曹は、三国志演技、三国志兵は、花石作連、三世通史、寛大王独府担当会、両祭氏に、職官の武将として登場する架空の人物。古典劇目の、総務議場、おさむ周葬、おさむ寛兵で、字は、元福。小説、三国志演義の、第十七回で、 黄金時代からの同僚、肺現象から語られているところによると、出身は関西地方であり、両腕に千金の怪力があり、鉄板のような厚い胸板に渦を巻くような形の縮れ髭の容姿であるという。関羽の側近として有名なため、実在の人物ではないにもかかわらず、湖北省、東洋圏麦城村には墓が混流され、鑑定病には、 漢兵と共に、関羽の従者として祀られている。中国や、華境の居住地では、現在でも、信仰の対象とされている。元は、黄巾の乱に参加した黄巾の族と。後に、肺現象と共に、我牛山で山賊に身を落とす。第28回、早々に義理を果たして、劉備の元へ帰参する途上にあった関羽と出会い、古文を、 肺現象に預けることを条件に同行を許される。長飛と合流した、関羽の命で、肺現象を迎えに行く途中、山賊退治の最中の長雲と出くわし、散々に打ちまかされる。第65回、劉備が、駅集木となると、他の進化とともに昇進人事があったことが述べられている。第66回、関羽が露宿との会談を行うと、その従者として参加する。 露宿の主、孫権はあらかじめ計りごとによって、関羽を闇討ちしようと企む。階段がこじれる中、周僧が、横合いから、天下の土地は特にあるものが収めるのだ。東暮れのものではないと罵声を上げると、これに起こった関羽に退出させられる。しかし、これは階段での闇討ちを予見していた関羽によって、あらかじめ決められていた合図であり、退出した、周僧は、 孔岩で旗を振って、味方の水軍に合図をする。関羽もまた、露宿を人質に取ったので、関羽と周曹は、孫賢の罠から無事に生還することになっている。第74回、関羽は、常陽を水攻めすることによって、右金の七軍を沈め、戦局を一変させる。周曹は、 濁流からの脱出を図る宝徳の小舟に猛将をぶつけて転覆させると、得意の水蓮で宝徳を捕獲するのに成功する。第75回、曹操と孫権が同盟を結び、公領と公安が落城すると、関羽と共に、麦城に撤退する。第77回、関羽が生徒に救援を求めに立つと、周曹は、王はじめと共に、麦城の守備につく。 しかし、両毛等に囚われた関羽はそのまま処刑される。麦城を包囲する孫権軍に切り取られた関羽親子の首を見せられた周僧は城壁から飛び降りて自殺する。なお、王はじめと共に自紛して果てるとする番も存在する。周僧は架空の人物となっているためか。 関羽の関戸場と同じ速度で戦場を、自らの足で走って従軍したとされ、そこから、様々な伝説を生んでいる。笑い符、関工場赤ウサギ場秘行千里周祖悪党、従業日また、地里高連のよくべき一両場賜物もの演じ編作、無千里社留一かずま美行900の、厚値大いの増草相乗場重工ついた差百里。 両日差二百里想を恐れしつこなおげば歩行事また、忍ばず捨てる場のも、作のも、作く場定権の刀頭、のしかも悲壮、笑い符、うるうかたりべ、千里馬懸命に走る周騒を憐れんだカンは、彼に馬を与えようと考えた。しかし、一日千里をかける関飛場に匹敵する馬など、見つかるはずもなく、なんとか一日九百里をかける馬を見つけられたので、 これを与えた。ありがたくいただいたものの、周聡は困っていた。九百里をかける馬では日ごとに、関羽に百里離されてしまう。そこで、周聡は馬に乗って九百里をかけ、残りの百里は馬を背負って、自分の足で走ったという。その他、ありがとうございます。